はい、タバコ好きな俺の喫煙動画、今回は、ドミンゴのナチュラル。こちらドミンゴのナチュラルは、値段が、いくらだこれ。920円。で、40グラム入り。ということで、結構コスパがいい。グラム単価的には非常に安い。で、ドミンゴの、オーガニックペーパーがついてました。オーガニックペーパー珍しいな。おー、オーガニックペーパー珍しいですね。普通ドミンゴのやつついてくるの今まで俺、これ入ってきたことないですよ。なんか普通の、ねえ、オーガニックのやつ初めて見たの。こちらは、主にブラジル産とバージニアタバコのブレンドに、風味豊かなバーレーを加えました。さらにちょっとスパイシーなダークエキュアードタバコと、スイートオリエンタルタバコもブレンドし、素晴らしいナチュラルの味わいを最大限に引き出した、ブレンドをお楽しみいただけます。100% 純粋なタバコ箱のみから作られ、添加物を一切使用しないこだわりの手巻きタバコ。ナチュラルだからこそタバコの本来の味わいが楽しめますと書いてあります。それでは開けていきましょう。パカッとな。あー、乾燥してる。乾燥してますね。パリッパリですね。で、非常に刻みが粗いですね。まあ、ぶっちゃけ、刻みとかぶっちゃけどうでもいいんだけど、明らかに、粗さがあるよね。うん。これはね。非常に粗い。粗刻み。よし。じゃあ、ピュアの、スリムフィルター。そして、ペーパーは、チェのペーパーを使っていきましょう。うわ、これはカラッカラだから、これ辛いぞ、多分。すげえ粗いな、これ。すげえ粗い。これは加湿しないと、これはあれですよ。加湿しないと、なんか辛そうだな。すげえ辛そうだな。どうも、吸っていきましょう。辛いですね、確かに。特にそこまで酸味もないし、まあ、なんというか、特に、うん、癖もなし。まあ、加湿すればこの辛さがなくなるでしょうから、問題なく美味しいですね。うん。ただ、まあなんかいろいろね、バージニアとかいろいろなんかブレンドしてるって書いてあったんですけど、特になんか違いあるかなって。プエブロのナチュラルとか、ね、前回知ったやつね、あれナチュラル系に比べてなんか違いますかって聞かれたら多分、いやわかんねえなって。特に普通のなんかナチュラルタバコ
まあでも単価が非常に安いですからね。40g 入ってて、まあ920円だったら安いでしょ。バージニアタバコを主にね、使っていると書いてありますけど、バージニアにしては酸味がほとんどないです。まあ。特に秋の来る味わいではないですね。まあ秋が来ないんで非常に、まあナチュラル系はね。ただこれといって特徴もないといえばないですね。まあコルツのバニラとかね、その類に着工してる類に比べればはるかに美味しいですからね。ああいうコルツのバニラとかは、まあ、非常に単品でするとものすごくまずいんで、甘ったくて甘ったるくても二度と買わないわ。チョイスのダブルバニラとか、ものすごいですからね。恐ろしいほど、まずい。ブレンドしてもまずいときた。まあ、そういったやつに比べれば全然マシでしょう。四つ星。ご視聴ありがとうございました。